コーシプラザアパートメントはニューヨーク市マンハッタン区チャイナタウンの住宅共同組合である1975年完成44階建ての超高層住宅であり茶色いレンガで覆われている高層部には762個のアパートメントが入っており低層部にはヤングウィングパブリックスクール PS124 店コミュニティスペースデイケアセンターで構成された 複合施設である。住人はほぼ全員が中国系アメリカ人となることが想定されていたため、中国的なデザインを全面的に採用した最初の大型公共住宅プロジェクトであった。建設費は3838 38万7000ドルであった。チャタムスクエアの北、バワリーとディビジョンストリートの交差点に位置している。チャイナタウンで最も頻繁に観光客が訪れる。 名所のうちの一つは、このコンプレックスの前にある中国の哲学者、孔子の15フィートのブロンズ像である。リューシーによって彫刻された。この像は、米国の200周年を記念するため、中国人共同福祉協会によって寄贈された。像の土台にある孔子の格言は、アメリカの国旗の横に記載されており、知恵と能力の注目すべき指導者と共にある政府を、称賛している。 IND2 番外線トンネルの一区間は1970年代にプラザの隣で建設され軽い落書きがある。ありがとうございます。